本日岐阜基地航空祭へご来場いただき誠にありがとうございます。これより降車部隊ペトリオットシステムの機材動作展示を実施します。ペトリオットシステムの概要についてまず、説明しますと、このペトリオットシステムは、我が国へ侵攻する航空機または弾道弾ミサイル等に対し迎撃することを任務としております。それではまず早速ですが、発射機これらのシステムの、戦闘準備の一部を皆さんにご覧いただきたいと思います。では、発射機発射準備、この発射機につきましては現在2つのキャニスターを搭載しております。これにつきましては訓練弾ではありますが、今の状況ですとミサイル8発であります。でこの上にさらに2発キャニスターを乗せることができますので、合計でこの発射機1機に対し16発のミサイルを搭載することが可能です。なおこの発射機につきましては今捜査員が操作しておりますが、基本的には戦闘艦については無人になります。ですので、皆様の方から見て正面に射撃管制装置というものがあるんですが、そちらの方から遠隔操作を実施しましてミサイルを発射します。次に左右旋回して動作確認を実施します。最後に敵が進行してくるであろう方向に向けます。次にレーダー装置、レーダー装置の回転を実施します。このレーダー装置につきましては、先のフェーズドアレイレーダー、目標の捜索から発見識別揚撃まで全てこのレーダー装置で全ての動作を行います。このレーダー装置については360度回転が可能です。
にアンテナマストグループの新調を行います。上級部隊等データ連接を行うための装置でありまして、現在最大身長まで伸ばしていますが、約30メートル近くまで上がることが可能です。以上がペトリオットシステムの戦闘準備に関わる一部ではありますが、展示を終わります。ご覧いただきありがとうございました。これやっとるんや。ああ。